くるとどうするんですか。いやいや、これでちょっと今養成会に鼻の奥に2センチぐらいこう差し込んでいただいて。いいね。僕一昨日 BCR やったばっかりですけど、ネット甲子園やるんですよ。あ、そうか。もうちょい。はい、こんにちは。お疲れです。久しぶりなんですが、一生懸命おそらくやるやろ、故障のない、ありきたりの言葉でした。お疲れ。はい、お願いします。個人的には新アミロイドですという井さんはもうモルツ球団の監督、僕は相手チームの監督で、どちらかというと引き立て役でずっと来てますでも小井さん、今年ね、スターティングメンバーずらっと見たら、こっちのチームも意外と強そうな。久しぶり。でもいつもそうやで。いや、去年までも岩村とか岩村ね、いましたけどね。結構打ったよ。いました、うん、けどやっぱりモルツ のメンバー見たら、これはちょっとかなわんなそういうメンバーだったんですけど、まあ、しょうがないな、今年は。でもね、わかりませんよ。おう、いいじゃん、いいじゃん。いいですか、うん、勝たせていただいてもよろしいですか。いいんじゃないの。もう何年勝かしてるやろ。そのゆとりがいいですね13年以来勝ったことないですよ。2013年以来。ああ、もうじゃあ9年。9年、それぐらい。あ、そうなんだ。だからもう毎年負けてるイメージでね、ちょっとたまに勝たせていただかないとあと体調は小井さんどうですか。体調ね、いろいろみんな心配してましたけど、ね、そうそう、はい、なんかみんなやっぱり小井さんっていうとやっぱり元気な印象が非常に強い。なあ、自分でもびっくりやからな。でもお聞きしたら、今でも散歩を1時間近く やってるっていうことで、もうそれお聞きして、あ、元気だなと思って。よかったな。もう3年、周知で3年だろうか。ああ、そうですか。センさんがね、ちょっと早めにお亡くなりになったから、ちょっとね、残念でしたけど。あいつはだから手術せんかったやろ。あ、そう。膵臓やったやろ。膵臓でね。そうです。その前に糖尿とかいろいろあったから、はいはい、手術もできんかったやろ。そういうことですよね。そういう点では、小井さんはやっぱそんな、まあ、手術できたから。わけわからんないけど、手術して。だって年に4回ぐらいやったやろ。4回。手術。それにやっぱり耐えられる体力があったってことですね。医者がやっぱりちょっとびっくりしたね。そうですよね。普通はもう持たないですよね。というか、まあ、本人は分からんのやから、はい、まあ、意識ないままやったんやから。決して痩せてはないと思うんで大丈夫だと思います、うん、まあ、ちょっとだけ落ちてるけど。落ちてますね。去年と比べたらまだ落ちましたけど、健康的に痩せてるということですね、まあ、今日はまたいいゲームをやらないと、ね、頑張りましょう、はいはい、ありがとうございました。僕とね、ドラフト本の時、僕は中日でしたけど、篠塚はジャイアンツの1位でね、1位で締められました。すごいです。首位打者2回取ってますからね。ちょっと後で聞いてみましょうか。同じドラフトでね、はい、ジャイアンツを中日で、はい、で、篠塚何年やった選手で。僕は19年。19年、はい。ああ、そしたらもう大学でとしたら大体同じぐらいやったということだね、年齢でいうとね、はい。
2回集団で撮ってるね。いやー、ましたね。僕はあのセンターで見てて、篠塚のもうギリギリの球を打つファウルして、ちょっと甘く入ったやつをヒットする。もうあの技をね、何度も見せてもらってね、やっぱ篠塚ってすごいなっていうのを何度も感じたことがあるんですよ。プロに入ってどうでした？なんか最初は、まあ、今も細いけど、ね、もっと細いイメージがあったんだ。だから、やっぱり我々入った頃ちょうど VK9、 あ、まだいましたね、最後の方のね、V9 選手。なかなかやっぱり1軍でね、レギュラー取るっていうことは、大変な時期だったんですけど、はいはいはい、3年、4年やってる間に、ね、やっぱり VK の選手たちがだんだんこう引退していった中で、はい、長嶋さんのその言葉でね、うん、もうお前たちがやっぱり後乗せられた、うん、後をやっぱり10年15年ね、ジャイアンツを支えていけと、支えていく選手にするんだっていう、その伊藤キャンプ、あれ伊藤やったんだ、はい、中田にも聞いたけども、はい、やっぱりなんかすごい練習をしたっていうね。そうですね、やっぱりあれで、まあ、その体力的もそうですけどね、まあ、技術もそうなんですけど、精神面も鍛えられたね。自分から来るのやっぱり体力っていうか、体小さくて、はいはい、まだまだそのプロのスピードついていけなかった時期だったんですよね、はいはいはい、あの練習終わってからはやっぱり次の年からは。ってことは1年目プロ入った時は、はい、うわこの世界じゃ厳しいなって思ってた。思いましたね、そうですね。思ったんだ。体がやっぱりみんなごっついし、ね、僕もちょっと病気やった後で、はいはい、そう、なんかそういう話に出てましたよね、6万年か、はい、そうそうそう、あとだったんで3年間、はい、ファームで、うん、じっくり鍛えるということで、ちょっと気持ちが楽になったことになったんですよね。ちょっと長い計画を持ってくれた。そうですね。で、まあ、周りを見渡してみれば、やっぱりみんな体でかい人で、ガン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 遠くへ飛ばすし、はい、で自分なんかやっぱり高校の時は飛ばしてたけど、飛ばしましたけど、それで思ってやってたら絶対に残れないなと思って、やっぱり自分の長所を生かすためにいろいろ考えたんですね。人よりなんとかヒット、なるほど、多く打とうっていう、そういうバッティングにこう変えていったわけですね。変えてきましたね。そういうやっぱりね、プロに合わせた自分を生かし、はい、自分の生かし方、そうですね、そういうものを考えていかないといけないね、やっぱそういう早いうちに、はいはい、自分の中でそれを分かった決断できたんで、分かったね、はい、今日はモルツ球団の方ですね。はい、すみません。この縦島の方はモルツ球団なんで、僕と相手チームになるんで、お手柔らかにお願いします。いいよ、よろしくお願いします。ありがとうございます。怪我しないように頑張ります。ね、頑張ってください。パンチはうちのチームです。はい、どの辺であのパンチの見せ場が来るの？何回ぐらいで？ピッチャーが、うん、アワノが出た時によろしくお願いします。はい、アワノが出た時に何回やりますから、パフォーマンス。アジア大学対決で。アジア大学。あ、そうか。はい、先輩、後輩。同期です。同期？はい。アワノ同期。はい。そういうなんか設定みたいです。はい。か。大体の切り札でいますんで。はい。よろしくお願いします。私は勝てそうです。メンバーいいよね。あの久々にちょっとね、うちのメンバーいいんですよ。ね、もう去年なんか最初からやる前から絶対負けると思ったけどね。今年はこれ楽しいよね。頑張りましょう。頑張ります。はい。ランディ大丈夫？大丈夫大丈夫？いやいや。今日ハウ。何打席 5 at bat? No, no, no. 8 at bat? No, no, maybe 2. 2? 本当？元気？ Yeah, yeah, good. So, I had an operation for colon cancer. Colon cancer? Mm-hmm. So they took out a part of my colon. Oh, come on. In May of this year. Yeah. So, and then I had prostate cancer. Oh. And they did same radiation. Same age. And then you, oh, you too? No. Oh. Heartbreak. Yeah. Same. Yeah. And then you remember play shogi? Yeah. You won. That was a long time ago. I lost. It's a long time ago. No. Home run? No. No. Just no chance. My hit. お願いします。ギリギリ、maybe. I don't know. ギリギリ、ワンヒット打ちます。Maybe, bro. あの、真中のお腹見てください。いや、お腹しちゃけ。倒せ、やめてください。真中のお腹。はい、真中の、はい。ちょっと引っ込めてるんですけど。元気なんですよ。頑張ります。去年ね、あの、プロ野球ニュースの、はい、あの、解説者陣の、ゴルフの
やってね、コンペね、ゴルコンペ、はいはいはい、で僕が勝った唯一の解説者だったんですよ。そうです、タオさんが意外と叩いたんですけど、さらに僕がね叩いたんです。それが今年えらいうまくなってます。はい、そうなんですよ。去年ちなみに85回行ったあ、そうで、ちょっと今年良くなってるんです。85回行った、はい、ちょっとそりゃ、そうか、それで80代に出て、前は100ぐらい打っとったのにな。人並みぐらいにちょっとやりたいなと思って。俺も80代もありますからね。100は打たないようにと思って。70代もあるの？70ないです。最高は83です。3か。はい。あー、でももう来年会った時は70代何回か出しましたって言うんだろうね。タオさんいつも僕のことマークしてるんですけど。マークしてるんですよ。真中のね、プロ野球さん面白いですよ。本当ですか？面白いよ。もう、なんか突っ込み方がね、はい、さらっとしてるんだよ。それが面白くてね。いや、みんなあの、嫌味が全くないから。ベテランの解説陣が結構ボケるんで、どう拾おうかと思って、いつも頑張ってます。全く嫌味がないんで。江藤選手、初だそうですよ、このオムルツのゲームは。やっと出てきました。楽しいよ、このゲームは。あ、本当ですか？うん。なんか自分をアピールするプレーかなんか欲しいんだけど。いやなんかない。何もやってないんで。何もやってないんで、本当に。お客さんにも。今何がメインでやってるか。いや、自分でちょこちょこ動いてるだけで。運動だけなの？はい、何もやってないんで。江藤がFA でジャイアンツにね、行った時はさ、はい、ジャイアンツ行ったんだねと思ってね。どう、ジャイアンツ行ってどうだった？そうで、いろんなことを勉強できましたよね。まあ今ね、もう日本で一番さ、しっかりした俺チームだと思うんだけど、うん、いい先輩方も多かったんで、先輩方ね、まあ、いろんなことをやってもらってたんですね。はい、そう、ストラップに成分も行かせてもらって、成分行ったけどね、成分は成分も違うからドラマばっかり持ってるんですよ。若いチームだったんで、それもまたいい刺激を受けましたまた、じゃあこの後また巨人に戻るんですよ、可能性がある。セーブの後にちょっとコーチ。いやいやいや、この後ですか？いやわからない、全然ないと思いますいや、もういつもこのね、にこやかな笑顔でね、この厳しい野球界の中を、そうですね、渡り歩いてきたんだもんね。まあ、本当にいい先輩方、いい指導者に恵まれて、カープでいい先輩なんてすごいね、あんた。いやー、本当にすごい。きつい練習のさ、やっぱ支えてくれるいい言葉を投げかけてる先輩がいっぱいいましたんで。松川とかさ、あの吉彦とかの話聞いたらさ、カープやっぱりしんどいんだなと思ったけど。これが、でもそれが当たり前だったんですよね。なんとかその練習、その技術に近づかないと、うん、なるほど、ご飯食えないんだなと思いながら一生懸命頑張って。そうか、はい、そうするともうどこ行ってもそんなに大変なことなかったと。そうですね、練習量的にはですね。量的にはね、はい、ただ他行ったらもっと素晴らしいスーパースターがいっぱいいたんで、はいはい、ね、はい、そうですね、そこと勝負しないといけないんでね、はい、まあ、今日はモルツ球団と勝負しますから、そうです ね、はい、ちょっと一発見せてください。そうですね、楽しみにしてます。監督を支えられるに頑張ります。ありがとうございます。久々に勝つよ、はい、ありがとうございました。どうも。今年2です。今年2、まだ若いな。若い、いや、もう立浪の監督になった時点でフィエル仲間で入ってくれるのかなと思って、中日に、中日の球団もいいんだよ。いや、悩みました。悩んだやろ、ね、はい、もう世に出てる話が来た。そうだね、悩みました。まあ、ヤクルト一筋だったからな、いろいろね、なんか、うん、やっぱりスワローズのユニフォームからなかなかね、離れられないのかな、あるよね、それはあると思う。なんか大きな出来事がないけど、なんかまあ、今宮本は NHK でさ、はい、対戦してるところも見させてもらって、はい、なかなかいいとこついてくれるので、楽しい、楽しみです。そう、なんか自分の宮本のなんかこのポイントみたいなのが、あれは何の、その都度見ながら、なんか感じたところ言ってるわけですね。いや、あれはいいです。まあ、ちょっとこれマイクがうるさい。ちょっと休憩。ちょっとまあ、近い将来だろうけど、はい、またこのユニフォームじゃなくて、はい、どこかのプロのユニフォーム来る時期が来ると思うんだけど、まあ、現実的に言うとやっぱりソウルズになるのかな。どうですかね、まあ、希望もそうかな、まあ、まあ、そうですね、うん、でも、まあ、縁があって、まあ、いろんな流れもあるし、うん、タイミングもあるし、はい、まあ、そういうのが重なればね、切れたらいいなと思ってますけど。でも解説やってさ、こう、はい、いろいろゲーム見てるとさ、ムズムズするとこもあるだろうし、ね、まあ、コーチ2年間やらせてもらいましたけど、やってるからね、でも結局ね、うん、最終的には監督もいけない。そうだよね、
そういったところでなんかまあ一回現場降りてまた上がってっていうとまた違う見方ができる、違う目がね、はい、違う見方ができるから ね、確かに。だからいい勉強はできてるよね。そうですね、うん、はい。まあ、あんまり外ばっかりで解説じゃなくて、はい、またうちでユニフォーム着てるとこを、はい、みたいに。わかりました。ありがとうございます。 GG は必ずやってくれるプレーが一つあります。はい、何？今日落としますよ。ボール落とします。必ず落とします。しかしそれを自分でやりたいですっていう選手はいないですよ、なかなかね。それで呼ばれてるって分かってますね。仕事を理解してます。あれは北京かな。北京です。北京の時のオリンピックのね、卓球。ただ唯一やると山本浩二さんだけ苦い顔するっていう。コーチさんコーチだったんで、こっち現場にいたんで。コーチだった、ね。大野さんもちょっと い、はい。大野もピッチングコーチだったんで、現場にいたらちょっと怒るんですよ。そうか。でも今日もどっかでやりますね。はい、やります。GG は球を落とします。落とします。これを期待してください。任せてください。はい、ありがとう。タオさんがたまに勝ってもらう。本当に本当に勝ってもいいの？タオさん、はい、デイに何回も OK なんですから。いつも1回出たからじゃなくて、何回も使っていい人は何回も使ってるよね。その通りです。今日勝っちゃうよこれ。そうです。何回勝ったの？いや、2013年に勝って以来勝ちがない。そうなんです。2013年以来、はい、ない。はい。別にコインに勝ったり負けたりしないじゃん。真剣勝負、真剣勝負やってるけど、やっぱね、これだけ分かる。分からん。本物や。ね、みんなボールが来たら一生懸命やりますからね。タオさん人がいいから。今日も今回ちょっと少なくしたんですね。お客さんの数。そうです。でもね、うん、2万5000ぐらいか3万は入ると思います。3万人ぐらいね。いつもだと4万2000は入るんですけど、2019年は4万2000人。はい、4万人のところに18万人の応募をいただいて、いね、で抽選で当たった方を4万人に。そうか。今回は2万人のお客様とご招待で、ご招待とね、まあ、おそらく2万5000円ぐらいと思います。はい、でもやっぱお客さんの前でやれるのは嬉しいね。皆さんで、ね、楽しみにしてるんで、うちの家内もこのゲームだけは見に来たいって言ってね、プロ野球は見ないでもいいからこの組みたい。若い選手が今回初めてです、うん、すごいメンバーで僕らが出ていいんですかって言っても、ね、昔は知ってる人だもんね。若い人はもう12過ぎに来てる。3時半入りなのに、すごいね。立山なんかもすごい、もうピッチングしてます。マウンドチェックすごい真剣や。もうすごいですよ。まあ、今日本当に楽しみですよ。ああ、どんなゲームになるかね。とりあえずいいゲームになっていただいて、はい、この影のもうオーナーみたいな。いえいえいえ、私はもう 裏方の元横浜の、ね、ピッチャーだったんですよ、ね。1995年にこの企画をサントリーさんに ご提案させていただいて、ね、なんと28年間。もうこの久保がもう1年で一番大きな仕事がこれなんで、うん、これが終わったら家族で大体旅行行きますからね、はいはい、ゴンクレで大体沖縄に行きます。大体うちの家族旅行沖縄なんで。そうですね、はい、もう沖縄を仕事が終わってのんびり気持ちよく行けるというね。そのためにはこう今日成功させないといけないね。はい、はい、ありがとうございます。でも今日いいメンバー来てる。いや、いいメンバー来てる。バースも久しぶりに楽しみに。バースね、いやバース無理かなと思ったけどよく来てくれた。で上原君がやっぱ、うん、大阪で出身なもんですから、はい、阪神の選手と勝負したい。おお、だから誰かいる。だから今回ね、あれなんですよ、太田さん。いやそれこそ掛布さん、バースさん、掛布いるわ、はい、で川藤さんと勝負したいけど、同じチームだからどうしようかなっていう。そこちょっとなんかやってよ。ちょっと考えてますよ、特別ルールで、はいはいはい、ちょっとなんか、ね、どうしても投げたいと思って。そう、上原君がそうか、アメリカから帰ってきて。なるほど、それも楽しみで、はい、ぜひぜひ。このタイガースのこのペナントレースは帯会長ですからね。タイガースのどういう風にご覧になってるんですか。もう16借金したとこから貯金ですよ今。そんな後の4球団がおかしいんだろ。あ、そうですか。なでも阪神もちょっともうあまりにもスタートつまずきすぎてちょっとファンの期待を裏切ったじゃないですか。いやいや、今年はね、ヤクルトと同じような立ち位置でずっと1年間やらなきゃいけない。行ってほしかったですね、うん、それやると思うんだけどね、はい、まあ勝負とわからんのか。わからんですね、うん、でもまあ自力があるから、うん、だからこれからどこまで、はい、セリーグの面白くない野球がね、どこまで終盤まで楽しますか。そうですね、それはやっぱ務めちゃうから。そうですね、はい、うん、
だってピッチャーこの前7月の防御率見たら、うん、先発ピッチャーが 1. 点いくつリリーフも 1. 点いくつ、はい、ありがとうございます。すごいんですよ。ピッチャーとバッターの関係って異常や。異常ですね。ちょっとこうなってますよね。パーフェクトはどんどんノーヒットノーラン、はい、こんなの考えられやな。でも何年かに1回やん。そういうことです、うん、今年は4人か。もうあと1人までいたと思いましたしね。まあ帯会長、何位で終わったらいいですか。何も何も優勝せんかったらプロの場合一緒やねんか。いやいや我々の頃はね。でも今はほらクライマックスなんじゃない。シエさん言うたってよ、そんなもんは目当てに野球やるようになったらあかんがな。そうだね。一応頭を目指して最後まで、ね、まあ葉っぱかけてくださいよ。いやいや、もう常にいつもながらフライボーやからファーッとしてくるからあと、あの体には気をつけて。お互いにね、若、ね、はいから。ありがとうございます、若くはないと思います。はい、よっこちょうさん、はい、もうラミちゃんはヤクルト入った1年目からすごいバッターだと思ってね見てきた人なんですよ。で、まあ、あの年間に1回ぐらいどっかでご飯を食べるんで。そうですね。ね。そうですね。で、あの時からラミちゃんは日本でマネージャーやりたい。やりたいね。言ってて、実現しましたね。よかったね。5年ね。5年やってったね。私1年。1年ね。ね、覚えてます。覚えてますでも、まあ、でもね、うん、やってたね。1年で1年だけ。でも楽しかったから、ね、楽しかったね、うん、私も楽しかった。楽しかったよね。ラミちゃんの時面白かった、うん、強かったしね。そうですね、うん、ね。これからは、これからね、あのさっきあの子供、うん、4人目生まれたね。さっきね、最近ね、びっくりした。さっき俺のあの最近ね、本当3週間前ぐらい。3週間前。そうそうそう。ラミちゃんまだ頑張らないとダメよ、ね、そう頑張ります。まだ頑張らないと、はいはい、うわ本当、ね、もう野球ね、もう頑張ります。あと20年は頑張る。そうです ね、はい、大変大変ね。頑張ります。まずは今日頑張ってね。はい、今日頑張ります。はい、ツーベース、トゥベース、トゥベース、今日ホームラン、おお、絶対打ちます。オッケー、はい、頑張ります。してます。ありがとうございます。ありがとう、はい、紹介でハゲ審判ですって言われた。そう、ハゲ審判です。和田と、はい、あと誰ですか今日。今日は彼だけなんです。和田しかいない。そうなんです。あの皆さん、あの髪の毛生えてるんですか。プロチーム入っちゃったんです。ってことはもう頑張っていただかないといけないわけですね。そうですね。あの監督に仕込んでもらったんです何回頃。いや、それはね、ちょっと内緒なんです。内緒か。見てのお楽しみで、はい、何回頃かにあの審判と和田とのコラボがありますから、はい、この辺もね、楽しみにしてください。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。どうも、はい、